今回の動画では、ミスター・ヤンキースと呼ばれるメジャーの英雄、デレク・ジーター氏が語った大谷選手への衝撃の本音について、さらに大谷選手にまつわる最新ニュースをまとめていきます。ジーター、大谷を表現する言葉が尽きた。デレク・ジーター氏は、1995年のデビューから2014年の引退までヤンキース一筋でプレー。現役生活20年間で5回のワールドシリーズ優勝、14回のオールスター選出があるほか、通算で3465安打を記録。メジャーを代表するスーパースターとして長年活躍しました。背番号2はヤンキースの永久欠番となっており、今でもファンの間ではミスターヤンキースの愛称で親しまれています。そんなレジェンドがベースポーツ専門局フォックススポーツでアナリストを務めるベン・バーランダー氏のポッドキャスト番組フリッピンバッツに出演。今シーズン、日本人初のメジャー本塁打王に輝き、投手としても10勝を挙げた大谷選手について語りました。バーランダー氏に大谷選手について問われたジーター氏は、彼はユニコーンだ。素晴らしい野手になるだけでも、素晴らしい投手になるだけでも十分難しいとした上で、それを両方できるのはとても驚異的なことだ。自分は経験したことがないから本当にわからない。彼を表現する形容詞が尽きてしまったと、前人未到の二刀流でプレーし続けたことに賛辞を送りました。続けて、一般的な先発投手のルーティンについて触れ、4日間休みを取るには理由がある。次の先発に備えて体を休ませないといけないとコメント。その間も野手として試合出場を続ける大谷選手については、彼はダブルヘッダーの初戦で1安打完封して、第2戦で2本ホームランを打った。そんなのは聞いたことがないよと驚きを表現しました。しかしその一方で、肉体への負担が大きすぎるのではないかと危惧しているよう、バーランダ氏からの継続できるものだと思うかという問いには、彼が怪我をした今となっては簡単な質問だとコメント。継続することの難しさを口にしました。その上で、しかし、一人のファンの視点として、そうであることを願っていると期待のコメントを残しました。落合が大谷、千賀、吉田を語る。今シーズンの大谷選手について、現役時代に三冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた日本球界のレジェンド落合博満氏もコメントを残しています。落合氏は出演したテレビ番組で、日本人選手でね、アメリカに行って、一番タイトルで取りづらいのがホームラン王。体力的に、力的にと説明。大谷選手を大いに称えました。また、大谷選手が手術を決断し、打者としては来年以降、投手としては再来年以降の復帰が可能になった点についてもコメント。右肘の手術をして、バッターとして、振れるっていうのが不思議でしょうがない。振りづらくなると思うんですけど、野手として復帰できるっていうのが、自分が経験してないからいまいちわからない。肘にどこまで負担がかかるのかっていうね。右投げ左打ちだからなのか、これが右投げ右打ちだったら負担がかかるのか、だから僕、わかんないです、と話しました。番組 MC から、だけど、こんだけ手術しなきゃなんなくなるような野球に、なんだかちょっと行き過ぎてないですか?と質問されると、野球が趣味ですから。野球が生きがいですから。そりゃあ体がどうなろうと、もう本人の中では納得済みだと思います、と語りました。さらに落合氏は、自身の YouTube チャンネル、落合博満の俺流チャンネルで、他の日本人メジャーリーガーについても語っています。スタッフから、この選手よくやったなという選手は誰か、と聞かれた落合氏は、まあ、千賀じゃないかなと、ソフトバンクからメッツに入団した千賀滉大投手の名前を挙げました。千賀投手は今季29試合で先発。大きく落ちる、お化けフォークを武器に12勝7敗。防御率 2.98 の成績を残しました。そんな千賀投手について、落合氏は、お化けフォークをどうやって生かすか。投球パターンを考えれば、
フォークばっかり放っているわけにはいかないのでね、と説明し、そこまでのカウントの稼ぎ方をどうするか。カウント球を打たれるケースはあるんだろうなと思っていたけど、1年目で12勝するというのは、おの字じゃないですか、と合格点をつけました。一方、野手で注目したのはオリックスからレッドソックスに移籍した吉田正尚外野手。今季は140試合に出場し、打率2割8分9厘をマーク。7月までは打率トップを守り、首位打者争いの期待も高まりました。Stands in for Boston. He hammers one toward right center field. Back for it is Stanton near the wall and it's gone. The Red Sox rush for four in the top of the first against Johnny Brito. And it's Masataka Yoshida with his third. 落合氏は吉田選手について、まあまあ、よくやったんじゃないかなと9大点を与えつつ、一時は首位打者を争おうとまで言われていたが、経験と体力の消耗が激しかったということで、その数字に収まったんだろう。2年目、3年目に期待できる数字を残したのではないか。ある程度、順応はしていると思うと来年以降の飛躍を期待していました。大谷にドジャースが適しているわけ。シーズンオフの FA 移籍が注目される大谷選手ですが、以前からロサンゼルスドジャースが獲得に動くと報じられ、移籍先の最有力候補と言われています。そんな中、現地メディア、ドジャースネーションのマット・レビン記者が、ドジャースが適している理由について言及。現地で注目を集めています。ドジャースはプレーオフで敗退し、シーズンオフの戦力補強に焦点を移しています。ドジャースの先発投手は若手が多く、来季はウォーカー・ビューラー投手が復帰し、ボビー・ミラー投手やライアン・ペピオット投手もローテーションに加わると見られています。そこに大谷選手が投手として加われば、投手陣の戦力が整うとのこと。さらに若手が多いということは、全体の年俸も低い。球団の年俸を抑えられれば、大谷選手の獲得に費やせる資金が増えるといいます。また、ドジャースの戦力を見ても、2025年の投手復帰まで待つ余裕があるとのこと。この状況を踏まえ、レビン氏は、大谷は毎年ドジャースがポストシーズンに進出するのを見てきたし、ドジャースがさらに強化するには、彼が欠けているピースかもしれない。争奪戦が注目されるのは確かだが、ドジャースが彼の獲得に乗り出す最有力候補の一角であることに変わりはないと言及しました。さらに、アメリカ、CBS スポーツも、ドジャースが最適であるとコメントしています。同メディアは、ポストシーズンの短期決戦で結果を残せなかった。今後のプランはレギュラーシーズン中の素晴らしさを維持し、ワールドシリーズまで続かせることだが、2024年に差し掛かるにあたって、この計画には特に大谷翔平が関与することになるだろうと指摘。続けて、ドジャースの財政状況、大谷が西海岸に残ることを望んでいること、勝つためにプレーしたいと願っていることから、ドジャースが最有力候補となっている。これは他のチームに大谷と契約する意味がないという意味ではないが、ドジャースが最適だとコメントしました。その上で、チーム強化は大谷選手の獲得を前提とするも、さらに抜本的な補強が必要だと強調しました。今季のロースターに入っている打者で24年も契約が残っているのは、スーパースターのベッツ選手、メジャートップの90長打をマークしたフリーマン選手、生え抜き捕手のスミス選手、36発、105打点ながら1000万ドルのオプションというお得なマンシー選手、前十字靭帯の怪我から復帰するラックス選手の5人。これを踏まえ、素晴らしい基盤だが、下位打線に強打者が欲しいところ。アウトマンが成長するかもしれないが、大谷を獲得後、もう一人追加する余地があるという点は変わらないと言及しました。最後に、結論から言えば、今オフ、非常に積極的なドジャースを見ることになるだろう。賢明な資金は大谷獲得に投じられるが、彼らがそこで止まらないとかけてもいい。今後数ヶ月間、ドジャースの話がたくさん出ることを心するようにと結びました。今回の動画では、デレク・ジーター氏や落合博満氏のコメント、さらに大谷選手にまつわる最新ニュースをまとめました。今後も海外で活躍する日本人選手の情報をお届けする予定なので、取り上げてほしい選手やニュースがあればコメント欄で教えてくれると嬉しいです。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。